それじゃあ早速暗黒界に行きたいと思うんだけども、その前にね、このマップいろいろ探索しました。そうしたらですね、まあ新しい武器やら、なんと掘り出し物、早速見つけちゃいましたね。いらっしゃいませ。で、ここにもし戻ってこれないのであれば、もうここで買っておかないと、手に入らないと。いう結構レアなアイテムになってくるんじゃないかな。見てこれ。ほら、掘り出し物、カッコ1になってるでしょ。残り1になってるでしょ。まあさすがにこれは買おう。で、装備はとりあえずしない。んで、木漏れ日の守りとか、いろいろあるんだけども、これはもう持ってるんだけど、どうなんだろうな、買えるのかな、この先で。てか今日喉の調子悪くね、めっちゃ。あとこの蜂蜜リンゴパイ。これは欲しい。経験値プラス 15% なんだけど、まあ所持金が6600だからな。ちょっと微妙だよね、ここはね。ちょっとマジで喉の調子悪いから、コーラ飲むわ。いただきます。うん。オッケー、これでいいだろ。また来てください。あ、よう。んで、新しい武器もう一本あるんだけど、ちょっとお見せしておこう。この、下天青の剣。これがね、落ちてました。これは、このマップの、なんか、なんだろう、扉をコロコロ開けるとこがあって、まあ別に難しいダンジョンじゃないんだけども、この辺の上とか、行って手に入りましたね。んで、メインのストーリーは、あっちなんで、あっち行きますか。まあ他のクエストとかもあるんだけどね、あ、こう行けないんだ。なるほど。こういうとこからなんかピョーンって行こうかと思ったけど、行けないんだね。あ、行けないんだ、こういうところは。え？待って待って、閉じ込まった、閉じ込まった。やばいやばいやばい。デバッカーになっちゃう。まあ、一旦はクエスト無視して行っちゃおうかなー。てか、これ道合ってんのか？あ、合ってるね。意外と広い。うわー、やりてー、くん？はいはい、メインクエスト以外にも依頼クエストがありますと。やりてーけどさー、実況中ってね、カット極力ほら、しないように行きたいわけよ。一旦我慢だな。戻ってこれると信じて。で、マップは、なんかこれ、でかくできないのかな？できました！え、しかもこっから、あ、めっちゃ便利やん。こっから転移できるんだ。はー、これは便利だね。お、またなんか落ちてたよ。綺麗な色の編み物？これもスキルポイントもらえるんじゃない？ほら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 、やばいよ、この仕様。スキルポイントの重要度がまだあんま分かってないけど、てかどっちから行くのか分かんないんだけど。え？マジで迷子なんだけど、どうしよう。行けない！え？序盤の序盤でさ、迷子なんだけど、どうしたらいいのこれ。この向こうに行きたいんだけど、まさかこの上行くのか？のばかな？無理だよな。そこの上なんだよ。分かってんの？よし、ということでね。ゴリゴリ道ありました。目の前にゴリゴリ道あったわ。俺、なんでここ見つけれなかったんだ、今。うん、しばらく走ってたよ、この辺。まあ、とりあえず無事にね、裏道から行きますよ。で、ファストトラベルも解放しておくと。うわ、この奥も気になるな。まあ、でもこんなことしてると、どん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 時間ばっか過ぎてくから。てか、戻ってこれるよな、マジで。そこだけ本当に不安。あ、リズだ。あの高さはさすがに登れなさそうだね。あそこに何か引っ掛けたら、ロープとか。あ、なんかそういうのあるな、無知。フックショットみたいな感じでいけるんか。これ前もあったっけ、どうだったっけ。これ便利だけど、こういう機能があるってことは、今後これを使ってしか行けない場所が出てくるわけでしょ。いや、それは探さなきゃいけないから大変だよ。ね。どうした？よっと。これで全員登れたな。無知をこのような使い方もできるのですね。この先、ちょっと答え、うん、できるよってくらい言ってくれろ。同じような場面でも使えるかもな。そういうことですよ。全員仲良く経験値もらって。で、こういうことか。はいはいはい。つうことは、なんだこれ。他のさ、さっきの段差とかも登れるのかもね。俺が迷っちゃった時にさ、なんか上にいろいろあったけど。地図にこの地域の情報が共有された。どういうこと？お、地図に模様が浮かんできたって。本当ね、でも何を表してるのかしら？お宝の場所とかかな。これが橋で多分こっちが何かの建物。この模様はまるで見当がつかない。
こんな時はその道の人に聞くのが一番だ。持ち帰って研究者のエイシェに見てもらおう。なんかこういうのも初めてだな、多分。今までなかったはずだぞ。多分だけども、今まで通ってない道も全て解放されるっていう感じの意味合いなのかな？どうだろう。特にでもなんか変わったものは表示されてない気がするけどね。いや、今宝表示されてた？あ、ここに宝がある。これだけ表示されてるね。しかも下なんだ、ゴールは。ほっ。あ、やべ、原神みたいに俺今、ほら、翼広げようとしちゃったよ。やべえ、病気だ。原神やってるからさ、最近ずっと。普通にバツ押してた連打で。そりゃ飛べねえばや。はい。とりあえずもう行っちゃうか。あとアクセスリーもらえたね。こんなところに裏道が。なるほど。以前からダークテリトリーの住人が人海へ出没していた理由が分かったよ。ガバガバだろ、もうこれ。途中、魔獣が多く出没します。戦おうぜ、早く。暗黒界のどの種族にも属さない者たち。ということは、ポコポコにして大丈夫ってことか。人海にもいるよ。野生の動物って感じで、話もできないし、戦うか逃げるかしかないよな。はい。皆さん、武芸の達人とお伺いしていますが。誰から聞いたんだよ。気をつけていきましょう。オッケー。サライも気をつける。サライちゃんはゆっくりしてて。ゆっくりしてってね。離れないように気をつけてくださいね。もうね、ボコボコにされるフラグなんだよね。人質にされるフラグ。君を守りますが。君って言っとる。そのためにはそばにいてくれないとダメです。約束ですよ。そうだよ、約束だよ。はーい、約束。いや、なんかこの無邪気さ。とってもいいお返事です。召喚も安心できました。あれ、そういや、ゆいちゃんいないな。それでは。何か。いや、優しい顔もあるんだねってね。ドロシーさんって本当はそんな感じなんだね。え？最初と印象違うからびっくりしちゃった。そっちが素なのかな。もしかして普段はわざとキリッとして振る舞ってる？そんなことは。普段からキリッとしてます。急にギャップを出してくるね。本当？作ってない？お前ら初対面なのにからかうね。ありのままで暗黒騎士です。ではご案内します。行きましょう。ありのままで暗黒騎士である召喚が精一杯案内させていただきます。穴行き強調しとんな。めっちゃ怒ってんじゃん。ねえ、あの子ちょっと面白いわね。やめろ、からかうな。面白いは失礼じゃ。なんだろう、真面目かわいい。真面目かわいい。ああ、ズバリそれかも。堅物な顔を崩したくなるというか、真面目だからこそつつきたくなってしまうというか。こいつら親父だ。男だったらもう親父トークだぜ。もうリズったら。でも接してて怖くないのは嬉しいね。それはそう。長い旅になりそうだし、できるなら仲良くしていきたいな。そうね。敵同士とはいえ、今は同盟に向けて歩む仲間だし、その前に同世代の女の子だしね。何歳ぐらいなんだ？おい、行くぞ。すごいよな。たまたまさ、向こうの騎士さんが同世代の女の子って、なかなか。ってかリズ下履いてた今。ケツ丸出しじゃなかった？気のせいか。お、なんか新しいダンジョンに。うわー、ここも厄介そうだな。秘匿の崖道へ。この先を進めば暗黒界抜けることができると。こんな場所があったなんて。薄暗いし足場不安定。さあ、敵がワンサか出てきそうで、ちょっと楽しみだぜ。やっぱりね、ゲーム好きとしては戦闘ってか、ユージお前先に行ってたのか。ダメだぞ先に行ってちゃ。 L2 を押すことでキャラを変えることができる。パーティー、SP が切れた時に切り替えて、パートナーでソードスキルを使ったりして、あ、まあ要はあれな、あのね、切り替えてやると。原神いっぱいやってっから最近、切り替えるのが得意だからね。んじゃあ、まずは、早速さっきもらった指輪、アリスにつけようかな。おい。まあ、この辺は最初は適当につけるわ。まあ、あんま考えてつけてもね、多分最初だからすぐ変わっちゃうだろうし。さあさあさあ、ここは体験版でやったとことかとは違うな。ほう、雑魚敵がまあ、いますと。
で、向こうのあの光ってる銅像は何だ？ん？ドロシーとアリスがパーティーメンバーとして登録されましたと。はい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 、オッケー。で、ロックオンしていきますか。おー、敵の HP これハードだから、多少多いんじゃないか？あ、でも半分もう食らってるね。で、ご利用しすれば別に相手も攻撃してくることなく、はいはいはい、余裕だね。これでハードってことはあれだな、ノーマルとかめっちゃ楽だな。そしたらまあ今1対1だからなってんのかな。あ、ランク3だった。多分1対1だからなんとかなってんのこれ。はいはいはい、2コンボ目、3コンボ目、はい。そしてサーバーストストリーム、もうこれ最初からあるんよ今回。すごいよね。で、多分もっと強いスキルとかもあると思うんだけど、それどうなんだろうね。今回ね、 SAO のゲーム結構仕様変わってて、だいぶね難易度が低くなってるというか、まあそもそもほらもういきなり暗黒大陸に行くわけじゃないですか私たちは。だから基本的にね強い設定になってるんだけど、レベルは低いみたいな感じなんだよね。だからスキルパレットも最初から埋まってるっしょ。その辺がね、どういう風な、なんつうの？キリト。お？聞こえているか？あ、聞こえてます。カーディナル？カーディナルか。もうリトって言われたから俺、トラブル思い出しちゃったよ、今。うむ。通信は問題ないようじゃな。どっから声かけてんだ？もう彼の地への道を進んでいるところか？イエス。ああ、ドロシーに案内してもらっている。ダークテリトリーに入ったら、カーディナルとの通信もできなくなりそうか。なるほどね。いや。安定性がないだけで可能なはずじゃ。また日を改めて連絡する。お主らが無事かどうか、カセドラルに残った者たちも心配しておる。あ、もうあれか、戻ってんのか、カージナルは。状況によっては応援を頼みたいしな。それじゃ行ってくれ。お家に帰ってんのか。とりあえず今後は連絡が取れるってことが分かったね、ああいう通信の仕方で。これはそちらに行く前の心構えとして聞いておきたいんだが、ダークテリトリーの住民ってどんな感じなんだ？俺はゴブリンとか見たことあるんだけど、かなり好戦的な印象だったから。まあ普通の暮らしをしてる人もいるんだろうね。そうですね、否定はできません。暗黒界は弱肉強食、力こそ全てという力の掟が存在します。いいね、好きだぜそういうの。遥か昔、暗黒神ベクタ様が支配した時代から受け継がれてきたことです。暗黒神ベクタ、そういえばベクタという神は人界では悪人として恐れられていたな。こいつが今回戦う相手としては一応あれなんだろうな。記憶喪失で見知らぬ場所に現れた俺自身もベクタの迷子と呼ばれていた、うん、そうだったね。おそらく暗黒神ベクタが畏怖の対象であることから、負の出来事に紐付けられることが多いんだろう。ダークテリトリー側にも人界にあるような神話があり、その神話の影響が人々にも現れている。この力の掟があるゆえに、均衡した力関係では意志のすり合わせが難しく、もう結局バトルしちゃうわけね。熟考たちはそれぞれ好き勝手に物を言うばかりなのです。なるほど。でもそれって和平を目指す俺たちとしては悪くはないよな。え、どういうこと？俺らも力を示せばいいってことか？しっかりとした意志統一がされていない今だからこそ、二つの世界が手を結ぶ未来が残されているとも言えるだろう。まあ、激ポジティブやん。ピンとボケてる。まさにその通りです。人界側にもシャスター様のようなお考えの方がいるとは、とても心強いです。あれ、シャスター様ってそんなポジティブシンキングやるのだったっけ？キリト、実はこの先を進むと案内人が一人待っています。あ、これ新キャラじゃなかったっけ？もう一つの和平賛同勢力である商工ギルドから派遣されたものです。なんか変なおっさんいるんだよね。彼は武力からかけ離れたような人物なので安心してください。いろんなところに顔が利くものなので旅の援助をしてもらいます。どんなやつなんだ？
ちょっと太ってるやつじゃなかった？わ、彼は悪い人間ではないのです。本当に。なんで？どういうこと？なんで戸惑ってんの？なぜ会う前からそんなことを言い出すの？あ、人相が悪いってことね。癖のある人物ですが、シャスター様も認めている方です。失礼がある場合は召喚に苦情を言っていただければ。なんかドラクエで言うとさ、あのなんだっけ、トルネコじゃなくてヤンガスっぽい見た目っていうか。もう苦情受付窓口を作ってるのすごく気になるんだから。あの歯が5本ぐらいないのかね。前は全部金とかそういう癖の強さ。とにかく彼と合流しましょう。どうしたどうした、ドロシーちゃん、なんかめっちゃ気弱くなってね。なんでなのか教えてくれよ。あ、なあドロシー、なあってはひゃー、誰かを助けよあ、もう声があれだわ、エセ承認感半端ねえもん。誰かの悲鳴か、これ絶対そうでしょ。あの声はおそらく商工ギルドのカイナン殿です。カイナン、もしかして魔獣に襲われているのかもしれない。声の方へ急ごう。もうみんな魔獣に襲われちゃうんだから。ドロシーも魔獣に襲われてたわけでしょ。あ、なんか新しい虫さんがいっぱいだよ。なんだこのボスマーク。あ、ボスマークはボスか、わかりやすい。さあ始めようか。これさ、どういうコンボがいいんだろうな。なんかさ、エフェクトがたくさんあるから。あ、でも死んでる死んでる死んでる。てか味方も攻撃していいんだぜ。なんか味方も、あ、今ユージョに怪我あった。はい、ユージョは片手剣だからね。はいはいはい、友情であった時いつも俺も殴ると。はいはい、これさ自分でコンボ組み合わせてみようか一回。はい、ダブルサーキュラー、これね、ダブルサーキュラーちょっとあれだ、難しいんだそれコンボが。はい、まずこれね、でキラーンって光るタイミングで撃つと。はい、今見た、あのキラーンって切るとか光ってる、ちょ見にくいか。そのタイミングで押すとスキルコネクトができるんだよね。でも SP が足んなくてあれだ、結局スターバーストストリームは繋げられなかったな。なんかいろいろコツがあったはずなんだよ。あ、待って、これあれだ、普通にさストーリー上で戦っちゃいけないような強いボスがいるんだよ。まあ、戦っちゃいけないっていうか、ね、勝てないやつ。いって、いきなり殴られた。負けないよ。俺の HP どこよ、そもそも。なんだ、討伐クエストは特定のエリアに侵入することで発生する強力な魔獣がいます。自動的にクエストが受注されますが、エリアの外に出るとクエストを破棄できると。相手との戦力差を見極め、時には逃げることも大切。あら、やるしかねえ。え、HP の量見て、やばくね？600万 ?600 万 HP。 いや、バカ。600万はやばいだろ。味方はまだ死んでない、でも。大丈夫、いける。いや、全然 HP 減ってねえな。あ、対空ブレイク。あー、これね、対空ブレイクとかね。これスキルちゃんとセットしないとダメだね、多分。今ね、対空ブレイクのスキルは入れないんだよ。つうことは、一回出直して対空ブレイクした方がいいかもしれないね。まあ、弾とか撃ってくれるんだったら、いいんだけど。はいはいはい。うわ、これ3時間ぐらいかかりそうだぞ。このモードだと。対空ブレイク。あー、ダメだな、対空ブレイク。はいはいはい。とりあえず、味方もそんなにすぐ死なないから、なんとかやろうと思ったらやれそうだけど、どうだろうね、これね。こんだけ殴って、これを。HP の減り方。さすがに火力足りてないっしょ。あ、しかも、ユージョとドロシー死んだわ。これはハードモードだとちょっと厳しいかもしれないな。この状態で倒すのっていうのは。でね、対空ブレイクっていうのは、ここのスキルあるじゃん。ここでいろいろ変えれるんだよね。あるのかな、キリト。対空ブレイク。あ、持ってないな。あー、ってことは、ユージオとかの片手剣スキルでやるみたいな感じか？対空ブレイク。いや、ないね。あ、あった。バーチカルワーク。これか、バーチカルワークで、うわー、でもな、ユージオにいちいち切り替えなきゃいけないのか、その時に。うわー、どうなんだろう。で、まだね、スキルツリーとかね、解放されてないんだよね。タクティカルアーツとか。この辺解放されたからの方が、いいかもしれないな。友情の武器、青バラの剣から変える？いや、青バラの剣の方が強えな。いや、行くしかねえか。
ちょっと対空ブレイクとか言って、ね、FA 技必殺技で打ってみて、どれぐらい削れるか。あれでも、敵の HP、維持されてるな。来たよ。対空ブレイク。あ、ダメか。あ、ここで打つのか。ピョーン飛んだタイミングじゃなくてダメなんだ。なかなかシビアだね。よーし、やっと入ったぞ。やっとね、50万ぐらい、やっと50万ぐらい削れました。これは。でね、対空ブレイクもね、全然割れないのよ、こいつ。タイミングがわからん。でね、HP は左上にしか表示されてなくて、俺の HP はね。だからちょっと詳細が分かりかねるっていうのが良くないな、これ。うん、そもそも多分簡単なシステム設定になってるんだな、これ。あ、これだ。これで、詳細にすることによって HP 表示が出るんじゃないかな。あ、なるほどね。それぐらいしか出ないんだ。これどっちがいいんだろう。うわ、なんか見にくいな、これはこれで。ってなると、こっちのがなんか見栄えいいよね。でも、あれだね。HP がさ、残りいくつとか表示されてないんだね。こんな簡易的な仕様だったっけ。まあ、とりあえずあいつは今無理だな、確実に。うん。多分倒せるんだけど、3日ぐらいかかるね、平気で。まあでもこれ一つ分かったことがあるな。このマップには戻ってこれるってことだ。急がねばなりませんが、この辺りは強い魔獣が多く存在します。確実にフラグやないか。奇襲があるかもしれません。なるべく音を立てずに静かに行きましょう。ってことは、嫌な空気が漂ってるな。枝でもパキッつってな。それこそ今すぐにでも。ほら、出てくるわけだよな。おっと、お出ました。噂をすればなんとやらだな。そんな、カイナン殿を助けなくてはならないのに。まあハードモードの普通の戦闘のストーリー上のボスがどれくらい強いか気になるね。敏感だ。遅かれ早かれバレてたさ。いえ、召喚が君に話しかけてしまったからです。つまり召喚が引き寄せたと言っても過言ではありません。ドロシーちゃんはあれだな、めちゃくちゃネガティブだな。いや、俺も喋っただろ。キリトはクソポジティブだけど。ドロシーだけのせいじゃないって。こんな低たらくでは到底みんなに認められる暗黒騎士になれない。おい、ドロシー、聞いてるか。みんなに認められる暗黒騎士。キリト、すみません、責任を取ります。あれは召喚が相手しましょう。いざ尋常に参る。なんかあれか。こら、ドロシー君や、待ちなさい。ドロシー君や。え、はい、何ですか、キリト。連帯責任で行こう。連帯責任。一緒に倒そうってことね。一緒に戦うんだよ。救出を待ってる奴がいるんだから、早く駆けつけるためになおさらそうすべきだろ。というわけで、お手を拝借。いざ尋常に参る。はい、ドロシー、イザヤ、エリシバ、キデンと共に、いざ尋常に参ります。なんかドロシーちゃんさ、鎌とか持ってるからさ、あんまり印象ないけど、多分日本刀とか持ってるタイプの武士道騎士なんだね。まあ日本刀みたいなやつはさ、メディナがもう持っちゃったから、多分かぶせらんなかったんだろうな。お、スタイル、スタイルという特別な役割を持っている。キリトのみはスタイルに変、ん？好きなスタイルにキリトは変更できると。他のキャラはそれぞれ特性、個性があるってことだな。敵を引きつけるのがインビジブル、味方を支援するのがアインアイス、攻撃に特化したのがアームズという感じらしいね。戦闘開始。まあ誰がどういう風になってるのかは後で見てくれってことか。友情のスタイルはインビジブル、ヘイトゲージという特殊能力を持っている。へぇー。インビジブルは防御力が上がりますが、敵が強力な攻撃を行うタイミングでは短時間無敵状態という、何？あ、無敵状態になる鋼鉄の石を使うんだ。はぁー、うわ、これでもあれだな、友情速攻してるな、これ多分。L と四角で友情の指示を出せる。あ、こういうことね。はい。あ、敵の攻撃が来るときに、こういう風に四角を押すと、ドーンと。友情はこれをやると。へぇー、そういうことか。なるほどね。じゃあ、それやったら指示もできるわ。ん？なんだ、またか。次は支援。これ次、回復かな？自分にしか効果がないスバトルスキルを範囲化し、周囲の味方にも同じ効果を付与することができる。ああ、まあ、これは強いね。
で、アリスにも指示を出して、上下？あー、そういうことか。上下で左のね、キャラのところが変わって、まず友情のいいねしといて、で、アリスにして、これを押すと。そうすると、なんかいろいろできるらしいね。パーティーの戦闘力が上がると。で、次ドロシーちゃんでしょ。ドロシーちゃん多分、あー、むずだな。はい。連携攻撃型。おー、いいじゃないですか。連携攻撃型だから、これは、あ、デッドリーなんちゃらっていうのは使えるわけか。まあ、でも俺がスキルを打って、あ、これユージを多分あれじゃないの？分かったよ。はい、こうして。あ、待って、ドロシーちゃんの方死んでるわ。わー、さっきの戦闘がだいぶ効いてたみたいだな。まあ、そのうち復活するんでね。はい。まあ、俺も死にそうなんだけどね、言うて。あ、やばい、ドロシーちゃんのやつやる前に敵死んじゃうかもしんない。てか、敵の攻撃俺さ、全く避けてないけど、いけるのかな、これ。はい、オッケー。なんとかとりあえず行ったわ。てかさ、敵の攻撃してくるタイミングが全くわからんかな。なんか相手がダメージを受けてるモーションなのか、殴ってくるモーションなのかがわからん。皆さんも。だから回避がままならんっていうね。ドロシーもな。ほら、一緒に戦った方が良かっただろ。はい。まだ出会って少しの間からだけど、ドロシーって見た目は大人っぽいのに。中身は結構幼い印象があるな。なんかギャルゲーでありそうなセリフじゃね、これ。がっつりギャルゲーなんですけど。周りを見ずに突っ走る癖は見ていて危なっかしい。騎士団に所属してるのにパーティーでの戦い方が不慣れな、うん、確かにね、なんか一人でやってきた感半端ないもんね。キリト、ごめんなさい。すぐ謝るし。けど素直で正義感あふれる女の子だっていうのも分かった。このキリトかっこいいぐらいなんか気のせいか。いいんだ、先を急ごうぜ。カイナン殿とやらを助けないとな。ちょっとドロシーの連携ができなかったのは悔しいな。タクティカルアーツで指示を出したメンバーにまるで積極的にいいねをして士気を上げると、士気を上げると全員の SP が少し回復。おお、そしてアライドゲージが溜まる。あ、アライドゲージっていうのもね結構重要なんだよね。なんかこのスキルアライドってやつがあって、敵の攻撃をもう強制的に無視してダウンを狙うっていうね。全体防御もあるんだ。連携する。これで全員防御耐性とか。へえ。まあこの辺もしっかりと使っていかないと多分きついんだろうな。あ、コウモリさん。じゃあちょっと待って、ドロシーちゃんにして。はい。連携連携。お、できてんのかこれ。とりあえず敵はあれだな。そんなに強くねえな。ハードモードだろうと。で、ハードモードの特権として、いいアイテムをドロップするっていうのがあるんだけど、特にドロップもしてねえ。で、回復はどれだ？あ、これが回復。で、アリスの方も回復してもらおうか。オッケー。これで HP ガンガン回復していく感じだ。いいね。おー、ついたよ、ついたよ、ついたよ。すっげえ見た目だな、お前。カイナン殿、今助けます。なんかラギアクルスみたいなやついなかった今。また力をお借りできますか。モンスターハンターラギアクルス。あれは召喚だけでは手に余るやもしれません。当たり前だろ。楽しそうだね、キリト。旅の仲間と挨拶する前に邪魔者を退けないとダメみたいだな。ドロシー、行くぞ。なんかさ、キリトの画質だけやたらよくね。はい、よろしくお願いします。気のせいか。さっきなんかラギアクルスみたいなやついた。ほら。あー、チェインが解放された。やったね。うわ、懐かしいチェインバースト。これもね、SAO シリーズでは定番のシステムなんですよ。どんどん連携していくことによって、その連携のダメージが上がっていくというか、最終的なダメージが上がっていくっていうね。トロシーにソードスキルを指示し、順番に違うソードスキルを当ててチェインバーストを発動させようと。はい。これで、今、ワンコンボ繋がったんじゃない？どうなんだろう。敵のところに緑のゲージがあると思うんだけど、スキル当てるとこれが出るはずなんだよね。どう？俺がスキル打たなきゃいけないのか、先に。ほら、出た。これで、どんどん交互に打っていくことによって、要は、これでも違うキャラクターあるね。はい。ってことなんだよ。はい、チェインバーストが入りましたと。あ、やべえ、キリト死んでる。あの火でやられちゃったの、今の。まあまあ今のしゃあねえな。俺がご了承やってたから。ただ打ち上げる。あ、打ち上げられない。よし、来た。
これで いいんじゃない。そしてあ、来た、リリースリコレクション。おー、いいねいいねいいね。これハードモードだから死んだのかな、キュート。はいはい、やばい、チャージ技だ。これチャージブレイクしなきゃいけないんだ。うわ、なんもねえや、チャージブレイク技。これはあれだね、上のちゃんと説明見とかなきゃいけないな。多分アリスも相当きついぞこれ。はいはい、あ、そうそう、キリト復活。これでこうして、はいはい、でこれでキリトも、これか、いや違うか、あ、まあとりあえずなんとかなったわ。複雑なのは変わらんな。あのちゃんとスキルの効果を覚えとかなきゃいけない。うん、自分好みに、ここがチャージブレイク、ここがバレットブレイク、ここがカウンターなんちゃらみたいな、そういうのをしっかり把握しておかないといけないな、いけないな。まあそれをうまくやっていくと敵もダウンバンバン取れてめっちゃ楽しいんだろうな。今結構ご利用しちゃってるからあれだけど。